ちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめにジェリービリック作曲の行進曲ブロック M を演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのストレートトランペット演技と合わせてお送りします。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。ブロック M をお楽しみいただきました。次はヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカ・カリを演奏します。この曲はその名の通り馬に乗って野原や林を駆け回るハンターたちの様子が表現された曲となっています。獲物を知らせるトランペットやホルンの響き、それに続く鞭や鉄砲の音など狩りの雰囲気をたっぷりと感じられます。ぜひ皆さんもその様子を思い浮かべながらお聴きください。それではポルカ・カリをお楽しみください。
狩りをお楽しみいただきました。次はパパはマンボがお好きという曲を演奏します。この曲は1954年にアメリカで流行した曲で、最近では自動車の CM でも使われていることから、きっと皆さんも耳にされたことがあると思います。タイトルにあるマンボとは、ティンバレスやコンガなどのラテーパーカッションが活躍する曲で、ルンバにジャズの要素を取り入れた音楽ジャンルのことを言います。今からの演奏ではサックスやトランペット、トロンボーンのソロ演奏もありますので、ご注目ください。それではパパはマンボがお好きをどうぞお楽しみください。マンボがお好き、お楽しみいただきました。次はダンシングクイーンを演奏します。この曲はスウェーデンのコーラスグループアバが1976年にリリースした大ヒット曲です。この曲のディスコ調のリズムや流れるようなメロディーは世界中の人々の心をつかみ、これまで
多くのアーティストにカバーされてきました。思わず踊り出したくなるようなヒットナンバー、ダンシングクイーンをどうぞお楽しみください。皆様こんにちは。
愛知県警察音楽隊隊長の伊藤と申します。本日は早咲き桜道祭りの方にですね、お邪魔をさせて、いただいております。さて、今からはですね、あの赤い服を着た女性警察官フレッシュアイリスの、パフォーマンスをね、皆様にお楽しみいただくんですけれども、準備の時間等々もございますので、その間にですね、私愛知県、音楽隊からですね、あの交通安全のお願いをですね、一つ皆様に、させていただきたいと思います。少しの時間でありますので、少し聞いていただければと思います。まずはですね、自転車のお話から先に行きましょうか、ね。今日はね、あの元気な、子どもさんもたくさんいらっしゃって見えますけれども、じゃあ子どもさんたちに質問です。自転車に乗る人ありがとうございます。はい、手を下ろしてください。今日は反応がいまいちですね。すいませんです。はい、ね、あの自転車ね、あのとってもね、あの便利な乗り物ですけれども、一つ間違えると交通事故に遭う危険がありますよということでね、自転車に乗るときに気をつけてください、こんなお願いです。ということで、自転車に乗るお友達のみんな、これ守ってますか？これね、止まれね、止まれって書いてあるね、この赤い看板ね、これのあるところ必ず止まってくださいね、必ず止まってください。この止まれっていうね、ね、書かれているところね、ここで止まらないと、この絵にあるようにね、車とぶつかりそうになったり、車とぶつかってね、大怪我をしちゃいます。ということで、必ずね、この止まれっていうところ、止まらないとダメだよ、危ないよっていうところをね、まずは知っておいてください。それともう一つ、さあこれなんだか分かる人、ああ今度は反応上がった、ありがとうね、そうそう、これね、自転車用のヘルメットですね。これ自転車のヘルメット、自転車に乗るときはね、必ずこれをね、かぶってください。皆さんの頭の中には何が入っているかな？そう、その通り、脳みそね、とっても大事ですね。頭を怪我しちゃうとね、大変ですね。ひどい時には死んじゃいます。そんな皆さんの大事な頭を守ってくれるスーパーアイテム、それがこのヘルメットです。ということで、自転車に乗るときはね、必ずヘルメットをかぶるようにしてください。そして去年のね、4月から、道路交通法という法律で、ヘルメット、自転車に乗るときもね、ヘルメットをかぶるように努めなければいけないというね、風に法律が変わっております。なので大人の皆さんもね、ヘルメットをかぶるように一つよろしくお願いをいたします。これ一つ目のお願いでございます。そして二つ目です。二つ目ね、これもまあ子供さん中心になるんですけどね、道路に飛び出さないでねっていう、こんなお願いですね。道路に飛び出さないでね、道路渡るときはよくね、右と左を見てね、こんなお願いですね。今年に入って愛知県ではね、道路をね、渡ろうとして交通事故にあってね、命を落としたりね、大怪我をね、したりしてしまっている方がたくさんいますね。ということでね、道路を渡るときね、必ず気をつけてくださいねというのをお願いが一つ。そして、お車をね、運転される皆様ね、道路横断中の、事故増えてます。またね、残念ながらね、横断歩道を渡っている歩行者を跳ねてしまう、そんな事故もね、増えています。横断歩道は歩行者優先ということでですね、一つ特にね、気をつけていただくとともにですね、早朝や深夜などのね、交通が少ない時でもですね、油断しないでしっかり交通ルールを守ってね、運転していただきますように、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。それでは、長くなりまして申し訳ありませんでした。最後に赤い服を着た女性警察官フレッシュアイリスという愛称がついておりますけれども、こちらのパフォーマンスをですね、3曲続けて、皆様にお楽しみいただきたいと思います。曲はできっこないをやらなくちゃ、アロハエコモマイ、アロハエコモマイで、3つ目が、メイクハーマインの3曲です。どうぞお楽しみください。
ございました。最後に一つだけ皆様にお願いです。今愛知県警察ではですね、令和6年度の、警察官採用試験のですね、受験申し込みの受付を、しております。皆様の近くにですね、警察官にふさわしいね、あの正義感あふれる素敵な若者がいらっしゃいましたら、ぜひね、愛知県警察を受験していただきますようにですね、あの後押しをお願いしたいと思います。それではね、私どもの、こちらの、ね、演奏はですね、これで終了とさせていただきますけれども、この後ですね、あのあちらの双葉館の前のね、南北の通りで、おおむね、午後2時半頃からですね、パレードを行いますので、またどうぞそちらの方もご覧いただければと思います。それでは、こちらの、ね、演奏演技これで終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。